これ等型形っていう、まあ、特徴はこう頭が大きくて胴が細いっていう、あとこの形模様は重ねにいくっていう模様です。私で2代目です。うちの親父が吉助っていうんですけども、やっぱりうちの親父がちょっと体調壊したんですよね昔で。そんでその頃これ職人さんいっぱいいたんで、まあ、これやっぱりやんなきゃねえのかなっていうような形でスッと入ってしまったんですね。やっぱりね、やればやるほどね奥深いんですよ。刃物の使い方もみんな違うんですよ。親父のも刃物と私の刃物も違うし、ロクロも違うし、こう形もそうだし、この色一つにとってもやっぱりその人その人なんですよ。その朱色っていうのはみんな違うんですよ。こけし100本あったら100本の色違うんですよ。だからその人その人で 色の使い方も違うし、緑の使い方も違うし、この墨の色の使い方も違うし、だからそういう面でこう、こういろんなことが新鮮に入ってきたんだね。今41年よくやってきたと思うけど。筆力って筆の力はないね、年取ってくると。それは一番作ってるやつ一番分かるから、もうこいつは俺らもそうだもんね。やっぱ筆の力って違う、全然違う。年取ってくとね、どうしても弱くなってきて、この突っぺ下がりってこの右下がりになってくんだよね。それはやっぱり年だから仕方ねえと思うんだよね。だから二十歳の時のこけしっていうのもう一回かけちゃってかけねえから。集める人はね、昔は毎年一本ずつ集めたの。その人の同じ人をざーっと30年なら30年ともう見事に違うね。全然違う。同じ顔の模様顔なんだけどやっぱり力が違う。外人さんがこの頃多いんだね。これ何なんだっていうことなのね、こけし見て。俺はただ人形だって言うと、この人形って手と足ねえべっていう感覚なんだよね。だから手と足ねえんだから人形でねえから、何か宗教的なものが何がなのかっていうわけね。で俺もそう言われても、違うっても言えねえし、だっても言えねえし、ただだから見てて何も感じねえかっていうのね。何かこう手に持って見てて何にもかんこう触れ合うものないがっていうの。30分ぐらいするとね、何か通じるものあるっていうのね。だからやっぱりやっぱりその感性なんだよね。人こうなんか言葉では言えねえんだけども、やっぱこう何がこう通でねえとこけしって今まで来なかったと思う。何かがこれ通じるものあるんだよね、求める人に。